1871年の破壊される前のサラリア門。サラリア門は、イタリア・ローマの古代ローマ時代のアウレリアヌス城壁に設けられた城門である。1921年に取り壊され現存していない。サラリア門は、紀元3世紀に、ローマ帝国第44代皇帝、アウレリアヌスにより、都市ローマを取り囲む、アウレリアヌス城壁と同時に作られる。 ローマとカストゥルムトゥルエンティウムを結ぶサラリア街道を通過させるために作られた門である。門の形式はアーチ型の通路が中央に一つと両側に二本の円形の塔を持つものであった。サラリア門のすぐ内側にはサルスティウス庭園があり、5世紀にはホノリウス庭によりアーチ門がオプスミクストゥム方式のローマンコンクリートで補強され、 アーチ開口の上には三つの窓が新たに造作された。410年のローマ略奪で、西ゴー都族の軍勢はこの門を通って、市内に流れ込んだ。また、ゴート戦争における537年から538年のローマ包囲戦で、東ローマ帝国の将軍ベリサリウスと、東ゴート王国の王、ウィティギスによる攻防は、サラリア門とカストルプレトリオがその部隊の一つであった。 中世、他の多くの門と同じく、サラリア門に新たな名前は付けられず、この門の名称は引き続き使われ続けた。1870年9月20日、サラリア門とピア門の間で、イタリア軍と強行軍の間の戦闘が行われた。この時、イタリア軍の砲撃により門はダメージを受けたため、翌年取り壊され、1873年に再建されたが、 道路の拡張のため1921年に撤去された。現在はフィルメ広場となっている。ありがとうございます。